うございます、パンサブローです。はい、皆さんご覧の通り雪が降りました。わかるかな、うまく映ってるといいんですけど、うっすらと積雪状態になっています。いやー、いよいよ降りましたね。私的には今日が札幌の初雪日です。さて、GoPro のマイクアダプターが昨日届いたので今日装着して、先日買ったピンマイク、オーディオテクニカのピンマイクをつけて今の動画を撮っています。マイクアダプターのバグなのか何なのかよくわかんないんですけど、音声が取れてないことがあったんですよね、昨日のテストで。それでちょっと今取れているか不安です。で、念のためにいつも通り iPhone にマイクをつけて別撮りでも音声取ってみています。ダメならそちらを合成して使ってみたいと思います。それと、車のヒーターのファンの音と熱対策用の GoPro に取り付けているミニ USB ファンの動作音をどれだけこのピンマイク、胸元に今ピンマイクつけてるんですけど、拾って雑音的にどうかなと思っています。これがうまく動作してくれれば非常にありがたいです。音声を合成する手間が省けるので、なかなか夜帰ってから編集してその日の動画を出すとなると結構時間が私みたいな簡単な動画でも結構時間がかかるんで、音声が一発撮りでできれば本当にありがたいです。ただ、マイクアダプターがなんかデザインがなんでこんなデザインなのかなと思うような変なデザインで、それに一応電源が取れるみたいなんで、電源とマイクアウトさして、GoPro の本体から垂れ下がるような状態で車に支えにしてるんですけど、現在なんかもうほんとかっこ悪いです。これ配線なんとかしないとダメですね。一応、どんな感じなのか iPhone で撮ってみたのでご覧ください。こんな感じです。結局こんな風になりました。アダプターがここについていて、ファンがついていて垂れ下がって、もうなんか配線がかっこ悪いです。かっこ悪いですねダラダラするし、そしてあのマイクコードが意外と短くて、引っかかってしまうんですよね。ダッシュボードに取り付けて胸元にピンマイクで持ってきてるので、どうしてもなんか、まあ運転自体にはそれほど支障がないんですけど、体をこう動かした時に引っかかる、肘が引っかかってマイクがずれ落ちるってことがあります。これは対策もなんとかしないとダメですね。いやー、すごい本格的に雪が降ってきました。これは GoPro で映ってるかな、うまく映るといいな。歩道はもう雪が積もっています。